ハンタウイルスは、ブニアウイルスかハンタウイルス属に属するウイルスの総称。自然宿主は、ゲ、ハメ並びに、トガリネズミメなどの小型哺乳動物で、それら動物に対して、病原性を示すことはないが、人に感染すると、人症構成出血熱や、ハンターウイルス肺症候群らは、セスジネズミより、韓国出血熱の病院ウイルスを分離することに、成功した。 このウイルスは、セスジネズミの捕獲場所を流れるかは、カンナダコの名前をとって、ハンターアンウイルスと名付けられた。以後、核流高地などにおいても、病院ウイルスが分離された。これらのウイルスの解析を進めた結果、既存のウイルスとは別の正常を示すものであったため、これらのウイルスは、ブニアウイルス科の5番目の属として、ハンターウイルス属と命名された。 1993年にはアメリカ合衆国南西部において急性で重篤な呼吸器疾患が多数報告された。これらの病院ウイルスはハンタウイルス属によるものであることが判明したため、これらの疾病はハンタウイルス肺症候群と名付けられた。また、病院ウイルスはシンノンブレウイルスと名付けられた。世界各地でゲッハメだけでなくトガリネズミ目やコウモリ目などの 小型哺乳動物からも様々なハンタウイルスが発見されている。ハンタウイルスは粒子内に3本のマイナス三 r n a を保有しており、それぞれ S、M、L 分節と呼ばれている。S 分節は核タンパク質、M 分節は2つのエンベロープ等タンパク質の等タンパク質潜入物質、L 分節は RNA 依存性 RNA ポリメラーゼを高度している。 それぞれのゲノムの両端の塩基配列は互いに相補的であるため結合して感情の構造を形成する。ハンタウイルスの粒子は球状や卵形状を示しており直径は80七メートルから120七メートルである。吸着、侵入ハンタウイルスはエンベロープ等タンパクと宿主細胞表面上の受容体との結合を介し血管内皮細胞を 上皮細胞、マクルファージ、露胞樹状細胞、リンパ球などに感染する。これまでに、ハンタウイルスの受容体として、β3 インテグリン、ラフ、CD55、GC19R、P32 が報告されている。また、病原性のないハンタウイルスは、β1 インテグリンを受容体として使用することが報告されている。ハンタウイルスは、 クラスリン被膚ピットを介して、初期エンドソームへ移動した後、後期エンドソーム、またはリソソームへ輸送される。エンドリソソーム区画内で、pH6.4 以下になると、細胞膜と融合し、抜け殻が起こる。複製ハンターウイルスの複製過程はすべて細胞質で行われる。RDRP は、N のキャップスナッチング機構を使って、ゲノミック S、M、L 分節から、 プラスサの mRNA を合成する。質が複製されたウイルスゲノムは核タンパク質と結合してヌクレオカプシドを形成する。ヌクレオカプシドはゴルジ体の細胞質側においてエンベロープ等タンパク質と結合しゴルジ体内に出がする。出がしたビリオンは細胞外へ放出される。ハンタウイルスはゲ、ハメ並びにトガリネズミ目を宿主とする。 これまで20種類以上もの血清型が報告されており、それぞれの血清型ごとに異なった種類の哺乳動物を宿主としている。ウイルスの遺伝子を元に作成された進化系統樹と自然宿主となる動物の遺伝子の延期配列に基づく進化系統樹はそれぞれほぼ一致することから、ハンターウイルスは自然宿主となる動物が分化する以前の祖先となる動物に感染し、 それらの文化とともに共振化してきたと考えられている。ハンタウイルスは、自然宿主である小型哺乳動物においては不健性で、病原性を示すことはなく、一年以上にわたって、持続的に感染する。ウイルスは、糞尿や唾液などに排泄され、宿主間の感染は交渉による唾液や糞尿などのエアロゾルを介して起こるとされている。人への感染は、 糞尿の粒子が空気中に飛散して飛沫感染を引き起こすとされている。ハンタウイルスによって引き起こされるハンタウイルス感染症は人症抗生出血熱とハンタウイルス肺症候群がある。人症抗生出血熱はアジアヨーロッパで発生し、ハンタウイルス心肺症候群は南北アメリカで発生する。人における ハンタウイルスの潜伏期は数日から6週間とされるが、多くは感染から2週間から3週間で発症する。2020年3月、雲南省の男性がハンタウイルスに陽性反応を示し、チャーターバスでの仕事で山東省への旅行中に死亡した。グローバルタイムズのレポートによると、他に約32人がウイルス検査を受けている。症状の特徴から、 人症抗生出血熱とハンタウイルス肺症候群と呼ばれ、両疾患を合わせてハンタウイルス感染症と総称している。人症抗生出血熱詳細は、人症抗生出血熱を参照発熱、人障害、出血症状を主張とした疾患。致死率はウイルス型によって異なり、0.1%から15%。また、ハンタウイルスが発見される以前には、 世界各地にて様々な呼び名で呼ばれており、下記疾患は現在では人症構成出血熱としてまとめられている。反対ウイルス肺症候群詳細は、反対ウイルス肺症候群を参照急性の肺水腫、呼吸器症状を主張とした疾患。致死率はおよそ50%に上る。予防厚生労働省検疫所は、次のように情報を提供している。 ワクチン現在、FDA に認可されているワクチンは2019年3月、現在、フェーズに R 試験中。HFRS 流行地である、韓国、中国においては実用化されている。抗ウイルス薬 HFRS の治療薬として、リバビリンが挙げられている。HFRS 患者を対象とした中国での臨床研究では、発症初期にリバビリンを投与することで、 致死率が下がることが報告されている。治療、HPS 患者にリバビリンを投与しても現在のところ有効性は認められていない。早期の集中治療が必須とされ、早い時点での人工呼吸や酸素吸入を行い、血中酸素飽和度、水分のバランス及び血圧を注意深く観察する必要がある。ありがとうございます。